さて、この後はスポーツです。昨日9勝目を挙げた大谷翔平選手、今日はエンゼルスは大谷しか勝たん、松山英樹は道路から。暑い夏はヨドバシカメラで節電除菌の夏家電、エアコンは節電除菌、ご希望の日にスピード取り付け、冷蔵庫も節電除菌、洗濯機も節水除菌、空気清浄機も大人気、調理家電もロボット掃除機も売れてます。大画面テレビ、カメラもレンズも最新パソコンもスマートウォッチも安い、どこの通信会社も自由に選べる、スマホのことは全てヨドバシカメラへ。ドットコムなら送料無料でスピード配達、ポイントカードで 10% 還元、みんなのヨドバシカメラ。遅刻するよ。おはよう。あの、イメージ湧きました？はい。ワクワクするイメージが湧くポラスの体感住まいパーク。イメージ湧きすぎた。ね。注文住宅。いい匂い。うちはヒノキなんですよ。やっぱり。あの、お湯沸いちゃいました。イメージが湧きました。ワクワクするイメージが湧くポラスの体感住まいパーク。露天あり。フラット。注文住宅。海上花火毎日開催、ベトナムダナンにでっかくオープン。イオントップバリュプレミアムタイム、最高。明日をハッピーにするプレミアムトップバリュプレミアム生ビール。トリエル。夜ちゃんと眠れてない人って多いのかも。寝つきを良くするトリエル、睡眠改善効果が認められている薬品です。いい目覚めはいい眠りから。トリエル。箱根でボロネーゼ、箱根でボロネーゼ、箱根でボロネーゼ。なんでやねん。箱根でからボロネーゼ。さて、ここからスポーツ、安藤桃さんお願いします。はい、まずはメジャーリーグをお伝えします。昨日は投打で大活躍、素晴らしいピッチングで今シーズン9勝目を挙げた大谷選手、今日はバッターで出場です。そしてこちらをご覧ください。エンゼルスは6月29日以降、大谷選手が投げた日は全て勝っているんですが、そうではない日全て負けています。今日はどうだったんでしょうか。 Great stuff last nightfrom Shohei Ohtani. We all are wondering how in the world can Dusty not pick Shohei to start in the All-Star game. 来週のオールスターでの起用法も気になる中、ホームランダービーに出場しないことが決まった大谷。今日は2番 DH で出場すると、2点を追う3回の第2打席。And he goes the other way. ヒットで出塁。その後満塁とすると、押し出しのフォアボール、大谷が帰り1点差とします。続く4回ランナー3塁で大谷、相手のバッテリーミスでエンゼルスが追いつきます。同点のまま8回大谷の第5打席、ここで一塁ランナーが盗塁しチャンスが広がります。しかし一塁が空いたため申告敬遠、大谷は敬遠数リーグトップとなります。続くチャンス、エンゼルス勝ち越せるか。手が出ず見逃し三振。その後延長に入り、アストロズに勝ち越しを許し敗れたエンゼルス。大谷が投げた試合を除くと11連敗です。カブスの鈴木誠也は4番ライトでスタメン出場。第3打席でファーストのグラブを弾く鋭い当たりで3試合連続安打とします。続く打席では俊足を生かし今日2安打。怪我から復帰後打率3割超えと好調です。ここからは昨日開幕した全英オープンゴルフです。注目はメジャー2勝目を狙う松山英樹選手、その松山選手と
長年親交がある松坂大輔さんが現地で練習からじっくり取材をしています。まずは大会初日の様子から見ていきましょう。松坂大輔全英オープン取材、いよいよ本番です。見てるだけですけど緊張感があるというか、やっぱお客さんの雰囲気も違いますし、選手が出してる雰囲気も、はい、昨日までとはガラッと変わった感じですね。お目当ての松山英樹は8番パー3のティーショット。ピンそば 1.5 メートルにつけ、このホールバーディー、前半を1アンダーで折り返します。松山選手本人は昨日も死ぬほどパター入らないと言ってましたけど、ショットはすごく良さそうに見えるので、やっぱりパターが入るかどうかじゃないですかね。その言葉通り、パッティングが後半松山のスコアを左右します。12番ピンまで3メートルのバーディーパット、これを沈めて2アンダーに伸ばすと、続く13番 2.5 メートルのパーパットはカップに蹴られてボギー。難しいグリーンに手を焼きます。そんな中17番、ピンまで残り108ヤードのセカンドショット、グリーン手前は凸凹で起伏が激しく、奥はすぐ道路になっています。どこにボールを落とすのか、攻め方が問われる難しいショットです。セカンドをどういう球で、ピン方向に打っていくのかですよね。練習ラウンドでは手前から打ってましたね。さあ松山が選んだショットは、手前から向かってきてる、風がフォローだ、入れカップに入れ、ああ止まれ止まれ止まれ、その辺で止まらないと道まで行くぞ、ああなんということだ。あと少しで入りそうなショットでしたが、ボールは無情にも道路へ。松山ピンチです。道路からの第3打、上がった、うまい、綺麗に打って距離感ぴったり、素晴らしいアプローチで劣勢を覆します。これを決めればパーセーブ。しかしここでも難しいグリーンに苦しめられボギー、パットでスコアを落とします。最終18番パー4でワンオンに成功した松山。ナイスタッチでバーディーフィニッシュ。日本人トップタイの1アンダーで初日を終えました。松山選手として見ればあと2つ3つ伸ばせたと思ってるかもしれないですね。でも素晴らしいナイスプレーだったんじゃないかなと思いますけどね、はい、非常に楽しませてもらった1日でした。こちらは世界アマチュアランキング1位の中島啓太。パー5の14番ではグリーン奥のラフから第3打、ピンそば1メートルにつけバーディーを奪います。17番ではセントアンドリュースの難所ポットバンカーに捕まりますが、ここを一打で抜け出しパーセーブ。中島は5バーディー5ボギーのイーブンパースタートです。タイガー・ウッズ大会前最後の全英出場になるかもしれないと語ったタイガー・ウッズ、序盤でスコアを落とし迎えた9番、第2打をピンに寄せこの日初のバーディーを奪うと、続く10番パー4の第2打、
ここもしっかりとピンに寄せ連続バーディー。しかし初日は6オーバー146位タイと大きく出遅れました。さあ、そしてここからは2日目の速報です。中島啓太選手、5番、 4.5 メートルのバーディーパットをナイスイン。今日初めてのバーディーを奪います。その後9番20メートル以上のイーグルトライ。さあ、ピンに向かっているが、これがどうか、惜しい。これをバーディーとし、1アンダーで前半を折り返します。一方、現在日本人トップに立っているのが桂川有人選手、23歳。前半2つスコアを伸ばし、後半10番パー4の第2打、ピン横にナイスオン。今日4つ目のバーディーを奪い、5アンダー暫定14位としました。そして松山選手はこの後スタートです。さあ、続いてはプロ野球見ていきましょう。今日はセリーグの3試合が行われる予定でしたが、雨のため横浜とヤクルトの試合中止となりました。さあ、まずは巨人対広島の試合から見ていきましょう。広島は1回、チャンスで3番秋山。日本球界復帰後第1号で2点を先制します。その後同点で迎えた延長11回、ツーアウト満塁で途中出場の磯村。決勝の満塁ホームラン、磯村の大仕事で広島接戦を制しました。両リーグ10勝1番乗りへ、阪神の先発青柳は1回、中日3番岡林のタイムリー内野安打で先制を許します。それでも阪神は2回、7番北条。およそ2年ぶりとなる甲子園での一発で逆転します。青柳は1点リードの3回、ランナーを2塁に背負い4番ビシエド。三振で切り抜けた青柳、6回1失点で両リーグ最速の10勝目です。ここからは今日の熱盛に行きましょう。ライトへの打球を広島野間選手。続いては阪神のショート中野選手、軽快な動きです。虎の牛若丸ここにあり。中日2番手で登板した根尾投手、自己最速153キロのストレート。高校時代活躍した甲子園のマウンドで1イニングを無失点ピッチングです。続いてはバスケットボールアジアカップ、日本はグループリーグ第2戦シリアと対戦。赤のユニフォームの日本、試合開始早々渡邊雄太がスリーポイントシュート。この位置から富永、今度は西田、さらに須田。日本は立て続けにスリーポイントを成功、前半だけで18本のスリーポイントを決めます。後半に入っても勢いは止まらず、合計27本のスリーポイントシュートを決めた日本、2戦連続の100点ゲームで2連勝です。今日夜更かしできる方は全英オープンゴルフテレビの前で一緒に応援しましょう。